皆さん、こんにちは。こんにちは。アリオーナです。明日です。今日もですね、2人でお送りするんですけど、今日話したいテーマがですね、なんかなかなかね、言葉でなんかどうまとめればいいか分かんなくて、まあその日本で体験した優しい心遣いっていう風にまとめてみたんですけど、なんかね、具体的に話したいのが、なんかね、私が結構日本のね、いろんなところに行ったりして、その中でよく体験するのが、なんでしょう、すごいその利用者目線で考えられたなんか優しいサービスだったりとか、なんかすごい日本のあちこちに行くと日本って本当に便利で快適でなんか居心地がいいっていうことに気づくわけなんですね。で今回ね、ナシちゃんにも教えたいけど、私がこの動画をね作ろうと思った企画があって、先日ですね、とある山に登ったんですけど、その時に全泊して山小屋があったのね。ナシちゃん山小屋とか泊まったことまだないよね。ないよね。あ、いつかまた連れて行きたい。またなんかディープな日本が味わえるから、いや、もう行ってみたい。はい、山小屋はね、なかなかね素晴らしいんですけど、で、泊まった山小屋さんに、なんかね、翌日の朝にすんごい早い時間に出発しないといけなかったんだけど、まあその山に登る人はみんな大体朝4時ぐらいに出発するのがもう常識で、そう、で朝ごはんがなんか6時くらいだから、でみんなお弁当をもらうのね、代わりに前日にお弁当もらって、で山に登っていくんだけど、で朝私も3時に起きて、なんか食堂の方にお湯があるって聞いたから食堂の方に行ったのね、お湯もらいに。前日にスタッフさんが、あ、朝たちはいないので、お湯はその私たちは注ぐことができないんだけど、食堂にちゃんとポットを置くのでもらってくださいねって言われて、で食堂に行ったのね。そしたらそこに机があって、なんかね、まあ、写真もあるんだけど、こんな感じで、お湯のポット、お茶のポット、あとはオニオンスープとスープ用のお皿とかカップとかいろいろ置いてあって、なんかそこにね、お弁当用って書いてあったんですね。要はその早く出発する人で、早くここで朝ごはん食べる人が快適に食べれるように全部こうやって準備してあって、スタッフさんがまだ起きてない時間だからさ、なんかそれを見て、やっぱり日本のいろんなサービスとかがこういう風に本当に利用者目線で考えられて、なんかね、なんでしょうね、すごいなんか優しさを感じたんですよ。きっとね、朝みんなお茶飲みたいだろうし、きっとなんかあったかいスープも欲しいだろうし、快適に飲めるようにここに置きましたよ、どうぞっていうんで、はい、まあ、このようなことを体験してすごい私ばっかり喋ったけど、ナシちゃんにもなんか日本でこのような、なんでしょう、心優しいその気遣いとか何かを体験したことあるのかなと思って、ちょっと聞くことにしました。ごめんなさい、導入部分が長すぎたけど。いやいや、なんか私にとってもすごく面白かった。私は山小屋に泊まったことないし、はいはい、まあ多分今見てる方の中でも泊まったことない人もいると思うので、多分泊まったことない方の方が多いかもね、多分。はい、興味深かった。はい、いつか連れて行きます。はい、楽しみ。じゃあなし、なんかあった？私は、そうだね、まあ、これはサービスじゃないんだけど、日本人の方、はい、そう、そう、心遣いにちょっと感動したことがあって、まあ、よくあるんだけど、その中で、はい、私はまだ日本に住んでなかった時に、友達と一緒に、まあ、旅行に大阪に行きました。はいはいはい。そうで、その時は、まあ、1週間だけ滞在する予定だったんだけど、で、なんか Wi-Fi もなんか借りなくて、なんでだろうね、よくわからないけど、なぜか私たちは Wi-Fi も借りなかったし、で、もちろんロシアの携帯持ってたけど、まあ、SIM カードとかもね、なくて、まあ、家で、まあ、ちょっと借りたところで、事前に、道を調べて、まあ、なんかいろいろ行こう、まあ、旅行しようと思ったんですね。はいはいはい、で、着いた日に、まあ、無事に着いたよと、実家にね、連絡するために、まあ、ちょっと Wi-Fi が必要だったんですね。で、私たちは泊まったところで一応 Wi-Fi があったんですけど、なぜか私たちは、
どういうふうに接続すればいいかちょっとわからなかったんですね。なんかポケット Wi-Fi だったから、でなんかつけないといけなかった。でなんかつけたけどなんか接続できなかった。まあじゃあとりあえずもう遅いから食事、まあ、しに行こうと決めて、で Wi-Fi があるところを探そうと決めて、はいはい、まあ、出たんですね。探していたんだね。はいはい。そう。でいろいろ、まあ、散歩して、なんか小さ なんか居酒屋、なんかもう家族が運営している居酒屋を見つけて、そこで大きい文字でドアのところで Wi-Fi 書いてあったんですね、はいはいはい、で、まあ、じゃあ Wi-Fi があるのならそこに行こうで、まあそのね、小さなお店だったんですけど、すごくそこに働いてた、まあ、働いてたね、おばあさんが、はいはい、オーナーさんかな、優しくて、うん、そう、なんか家族でやってたんですね。で、1階はお店で、2階は、まあ、多分住んでたところじゃないかな、はい、となんか思います、はい、で、入ったらなんか焼きそばとかお好み焼きとか頼んで、すごく美味しくて、で、Wi-Fi があるとまあ、その看板見たんですけど、はいはいはい、なんかどういう風に接続すればいいんですか、なんか聞いて、で聞いたら、あ、じゃあ、まあ、こういう風になんか普通に Wi-Fi のところで、まあ、携帯でね探して、はいはいはい、で、まあ、なんか出てくるんですよと言われて、でなんか出てきたかどうか覚えてないんですけど、接続することはできなかったんですね。はい、頑張っても頑張ってもできなかったんですね。そう、なぜかできなかったんですよ。なんかそんなことあるのって思って、でもまあで、そのね、おばあさんに、ちょっとできないんですよって言ったら、で、彼女なんか、すごく優しくて、なんか自分でいろいろなんか調べて、で、なんかいろいろやってみて、で、もうなんかできないって言って、で、じゃあ、息子は2階にいるので、ちょっと、呼んでくるよ。はいはいはい、はい。そこまでもするのって思って、はい、で、2階から息子も降りてきて、で、なんか一緒になんか携帯いじって、で、まあ、結果として接続できなかったんですけど、はい、すごくみんな優しくて、息子も降りてきて、なんかいろいろやってみて、でおばあさんもすごく優しくて、なんかいろいろ自分でも調べて、なんかやってみたりして、はい、うん、なんか感動しました、はい、なんかその多分インターネット使えなかったのは残念だったんだけど、本当にすごい、なんだろう、心からそのおばさんも息子さんも手伝おうとしてくれたことにやっぱり感動したってことだよね。そうそうそう、うんうん、なんかそれは心当たりやね、うん、普通に、まあ、まあ接続できないのなら、まあ、まあしょうがない、はいはいはい、で、まあそういう、まあ言われる可能性があったんですけど、ごめんねとかね、そう、まあ、すごい必死にね、うん、でもすごく、まあ、助けようとしてたから、で、はい、まあ、助けようとしてくれたから、なんかすごく優しいなと思う、感動した、はい、で私の友達もその時まで日本に行ったことなかったんですね。彼女たちもすごく感動した、はいはいはい、その優しさで、うん、でもその時結局両親には連絡できた？あ、その時は結局なんで Wi-Fi に接続できなかったかというと、その Wi-Fi はなんかソフトバンクかドコモの Wi-Fi だ、なんか覚えてないんですけど、どっちかの、はい、でその SIM カードを持ってないと接続できない。なるほど、そういうタイプね。うんうん、で私たちはもちろん SIM カードとか持ってなかったので、日本の携帯もあれ、なんていう電話ボックス、あ、もう普通にだから電話、はいはいはい、そうそう、電話ボックスでなんとか電話できた。初めてその時は使ってたんですけど、一生懸命に、ね、はい、なんか利用方法это принесли еще вокруг ушел уже оставил на подверьよ。一生懸命に利用方法とか読んで、はい、まあ、なんとかもう私は那覇とかの出身なんですけど、はい、おじいちゃんにもなんか一人は私一緒にいた人は友達なんだけど、もう一人は お母さんの妹、おばさん、私の、はいはい、うん、だったので彼女もなんか自分のお父さんも私のおじいちゃんに電話したかったんですね、はいはい、でおじいちゃんは田舎に住んでたんですね。でその電話ボックスでその田舎に電話できた。でもそれもある意味すごいよね。うん、すごい、なんか田舎でもね、はい、田舎まででもなんか電話できるんだって、もう一つの感動したところでした。 ね、それで多分両親とかも多分安心したから。よかったよね。まあそういうね、感動、はい、ちょっと話が長くなったんですけど、いやでも多分なしにとっても大事なものだからね、思い出がね。いやー、そう、私もね、これはそのなんか個人的に優しくしてもらったわけじゃないんだけど、最近すごい感動したサービスというかがあって、
知ってた？実はね、日本のホテルってホテルから荷物送ることもできるし、自分が泊まるホテルに送ることもできて、これがあると本当になんか移動が多い時にすごい助かることがあって、私3月くらいにの青春18切符でね、大阪から鳥取行ったけど、その時やっぱり長く大阪にいたんで荷物が大きくて、これ青春18でこの荷物持つのは無理じゃないと思って、その時何かできないかなって思って調べてたら、実は日本ではそのホテルから荷物を送ることとホテルに送ることが普通に常識みたいな感じになってることを知ってめっちゃ感動して、今必要がある時に使うこともあるんですけどね、なんかそれが便利で、なんかすごい、なんだろう、やっぱり考えられてるんだねって思って。なんかそういうの使ったこととかある？そうそう、私も一回使ったことある。私あ、そうなんだ、すごい、うん、はいはい。なんか昔というか、まあ、数年前、うん、あの前日本に住んだ時にちょっと長崎に行ったことあって、でそこでなんかいろんなお土産とかも、はい、買って、でまあ家にそれ全部あの持っていくのはちょっと大変だなと思って、はいはいはい、でホテルのレセプションで、あのこの近くになんか大和とか、はいはいはい、キメとかあるんですかって聞いたら、いや、ここで受付できるんですよ。そう、私もそんな感じで、ホテルで近くにありませんかって聞いたら、え、あ、で、なんか、むしろお兄さんが無表情の顔で、宅急便はあそこで朝6時から、はい、みたいな感じで、あ、知らなかったの？そう、そんな感じ。びっくりしたでしょ、でも。うん、びっくりした。あと、あの、びっくりしたのは、まあちょっとホテル、うん、あのから離れるんですけど、空港からもあの送ることができる。そう、なんか荷物を送った時に意外とあれ空港宛てにも送れるよね。あ、そう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 。空港でさ、荷物オーバーして、あの安い航空会社とか乗ってるとさ、そこで超過料金も払うよりまた給料送った方が安い時もいっぱいあって、うん、それもね。あとね、荷物多いと特に、あのかロシアとかにいて、ロシアからなんかたくさんの荷物持ってきて、なんかお土産とか自分のためのものとかで、うん、家まで持っていくのはちょっとそれは無理でしょうとか思って、はいはいはい、簡単にね、やった気分とかね。そう、それ本当に便利だよね。そう、私も空港に送ったことならあるね。うん、これはね、やっぱり宅急便、まあ私もだからなんか、でも少なくともロシアではそのようなことは別に常識化してないし、あんまりなんかできるかどうかも知らないんだよね。だから日本だと結構一般的で、なんかやっぱり快適に、人が極力快適に過ごせるようにいろいろね考えられてるんだよね。そう、あとはね、これもナイスに結構聞きたいんだけど、私がこれもやっぱり人のための、まあ、気遣いっていうか便利なところだなと思うのは、なんか日本でスキーしたことはある？ある。あるよね、うん、なんかだいたいスキー場が温泉地の近くになくても必ず下に温泉があるよね。なんか多分日本人の皆さんにそれ言ったら当然でしょって思う方もいるかもしれないけど、これってね、神サービスなんだと思うんだよね。やっぱりあの結構時々さ、リフト券がお風呂のチケットと一緒に売られたりとかさ、あるじゃない。あるある。体験したことある？そういうの。私はあの、まあ、ちょっと数年前だったんだけど、はい、その時はなんかツアーだったかな。あ、うん、なんかあのホテルも、ね、あのリフト代もなんかあのウェイとかも、はいはい、あ、便利でしょ。そうそうそう、うん、でその中になんかあの温泉代も入ってた気がする。はいはいはい。まあ実際に入ってたかどうかわかんないけど、でも私はそこに入った、うん、あの温泉に入ったから、まあ入ってただろうねと思います、はい、もうすごくあの気持ちかった。露天風呂だった。で、あのスキー場もその露天風呂からね、はい、入れて、なんかあー、わかる。あー、冬、日本の冬いいよね。もうすぐ冬だよ、ちなみに。はい、もう富士山もね、八冠無理ね。そう、あ、そっか、富士山も、ね、富士山も冬あの、高山も冬、そろそろあと1ヶ月ぐらいで、はい。そう、だから私もあのソチの方でスキー場行ったことあるんですけど、あんまりなんか、そもそも多分ロシアとかだったら日帰りでお風呂入る文化自体がないんで、うん、まあ、こういったようなサービスが、ね、展開されてなくて、スキー客は大体泊まりで来てる人多いから、スキーするやったらじゃあ自分のホテルでなんかシャワー浴びてねみたいな感じなんだよね、うん、でも、ね、ね、日帰りこととかもあるし、なんか普通のシャワー、普通の風呂よりも温泉に入りたい時もあるから、なんかやっぱりね、まあ、スキー場よく整備されてるよね、食事もいっぱいあるし、まあね、私たちは日本に住んでそういう温泉の良さとかを、まあ、分かってるんだけど、はい、うん、まあ、ロシアに例えばソチに住んでる人は、まあ、知らないんだよね、まあ、そもそも、うん、そんなに、まあ、多分
重要性がないからみんな気にしてないかな、うんうん、私もソッチ のスキー場に行ったことあって、うんはい、すごく良かったんですけど、まあ確かに温泉がなかった、まあ、あったらいいね、うん、あったらいいね、まあ私はもう温泉のこと知ってるからあったらいいなって思っちゃうよねやっぱりね、うんうん、分かるこれもね、じゃあ最後にもう一つだけなんかシェアしたエピソードがあって、それもなんかナッシュにねぜひ意見っていうかあの感想聞きたいんだけど、うん、最近ちょっと感動したエピソードがあって、お仕事で福岡に行って帰る時にスカイマーク、確かスカイマークだったと思うんですけど、あのスカイマークの飛行機乗って、そしたらねなんかちっちゃい袋が配られて、その袋の中に何が入ってたかっていうと、あのねちゃんとしたあの作りがちゃんとしているマスクとあのキットカットのちっちゃいお菓子入ったんだけど、それがピカチュウもやだったあのいいキットカットもマスクも、うん、で多分今スカイマークがあのピカチュウ模様の飛行機も展開してて、まあそれの宣伝だったかもしれない、やってますよって紙も入ったからチラシみたいなやつ、うん、でも嬉しいほらお菓子と、今絶対みんながある程度必要としてるマスクをこうやって配ることによって、なんか普通に嬉しいじゃん。私普通に嬉しかった。チョコと嬉しいね。私はもらったことないなもう。日本だけ。私はジュースだけ。でも普通ここないでね、時間短いから、まあ、あんまりね、うん、お水、お味噌汁、コーヒーとかぐらいだよね。あ、コンソメスープ。私はいつもコンソメスープ。コンソメスープね。そう。で、なんかそれがすごいなんか私は気に入って、お母さんにその時写真送ったんですよ。こんなのもらったのって。お母さんもそのこれやっぱりいいねって、あのお母さんがあれ思い出した、うん、ほら日本でよくなんかあのチラシと一緒にティッシュ配ってるじゃない、うん、でなんかうちのお母さんはそれすごいなんか驚いてて、あのすごいもらってた。いや私も最初びっくりしたよ、初めて日本に来た時に、うん、いいの無料で、もらっていいの。そうだからその宣伝する分あのティッシュどうぞっていう、なんかそういうやり方がいいなと思って。このピカチュウのやつだってマスク可愛かったよ。マスク写真撮ってないけどつけてるの可愛くて、でチョコもピカチュウ模様で可愛かったから、なんかこういう本当にこれもなんか気遣いじゃない、うん、いいなと思って。はい、すごくいいね。ピカチュウも可愛いし、そうピカチュウもね、ピカチュウの飛行機嫌いの人いいよねみんな喜ぶ。そうピカチュウの飛行機今度乗ってみたいね。うん、どんな感じか、まあ、中は普通だろうけど、中はピカチュウいないけど、まあでも外観だけ見てなんかテンション上がるんじゃない。はい、なんか空港にあるかもしれない、どっかのね、うん、はい探そう今度ね。そうね、あの方向はどうでもいいけど、うん、そのピカチュウの飛行機に乗ります。見てみたいはい探しまーす。あ、すごいね、今日もすごい喋っちゃったね、やっぱり、うん、なんか話が盛り上がるとね、もう私そろそろ息が切れそうじゃあ今日はこのタリグラマにするか。そうだね、皆さんあの話が面白かったので嬉しいです。ぜひあの感想コメントでシェアしてください。はい、はい、では今日はここまでにしますが、皆さんもしなしのチャンネルフォローしていない方いましたら、リンク載せるのでぜひチェックしておいてください。でこちらの動画にもぜひいいねボタン登録もお願いします。はい、ではありがとうございました。ありがとうございましたまたの次の動画でもお会いしましょう。バイバイ、パカパカ、バイバイ